ははいこんにちはえっとね今日もちょっと分析やっていきたいんですけどもえっとね今日ねあのー、ワイドナショーで、まあ、まっちゃんがちょっと休みだったんですけども東野幸治さんとアンジャッシュ小島さんがですねすごくあの何、ー、でしょうねためになる話をしていたのでちょっとねここで共有解,析解説分析したいと思います。 えっとね何かっていうとあの昔ねあのー、昔から笑いよく見てた人は知ってるんですけどダウンタウン病っていうのがねあったんですよ。でやっぱダウンタウンまあもちろんトンネルズもそうなんですけども出てきた時っていや本当にねあの圧倒的なカリスマ性だったんですよね。もう,、うん、もうね信じららないぐらい今今まで今 そんなな人いいいよぐらいこ,こ,ここ何年も出てこないぐらいのカリスマ性があったんですよダウンタウンとかうちゃんあうっちゃんんちゃんもそうですけどあのダウンタウントンネルズじゃんなんちゃんとかそこら辺ですよね。うん、で、えっと、ねその,あの芸人のカリスマ性がすごすぎてその憧れる芸人たちがみんなその芸風を真似するっていうのがあったんですよね。うん、で まあでもねやはりその真似をしても本家がいるわけじゃないですかダウンタウントンネルズっていう本家がだからやはりそれがその世でね同じだけヒットするってことは当然ないんですよ。なんだけどやっぱりあの圧倒的すぎてその面白さ人気カリスマ性がやはりみんなそこの真似から入るっていう風潮がまあ 今回このヒワイドなショーでこの東野幸治さんとワンジャッシュ小島さんが言ってたそのダウンタウン病っていうのはですよねはいまあトンネルズ病っていうのもあったと思いますよねきっとね、うん、昔トンネルズがねあの何々みたいなっていう表現何々みたいなっていうのはあれはトンネルズから出たんですよね今でもね何々みたいなみたいなってみんな言いますけど特に関東の人とかですよね 言いますけどあれはあのー、トンネルズから来ててまあそういったまあんでしょうねあのー、あと例えば「寒」「寒い」とか「寒い」っていうのも昔はなかったんですけどこのダウンタウンですね「寒い」を広げたのは。っていうのように、まあ、言葉が、まあ、できてしまうほどまあカリスマ性があったんですよ。で、まあ、芸人さんはやはりねそのそれを、まあ、なぞっていくような風潮があった。 ね、で今回その東野浩二被害ってたのがまあそのみんなね一回はそうやってそのダウンタウンを真似してでダメだと気づいて方向転換していくとねいうことを言ってたんですよ。でこれってすごい深いなと思っててだから結局東野浩二さんは今、まあ、ニュースキャスターみたいな方向に行ってますよね。それでかなりブレイクしてるわしまあ小島さんはね まあ小島さん本人このワイドナショーで言ってたのが「小島だよ」「私はこの「小島だよ」に言ったと <laughs> まあ「小島だよ」なんて分野あんのかみたいなの突っ込まれてましたけど、うんまあ、そういう感じでね結局やはりそのなんでしょうね自分なりの場所を,を見つけてそして拡大していくっていう路線にみんないった人が、あのー、成功してるっていうことなんですよね。うん なんでこれってでも笑いの世界だけじゃなくてどんな世界でもそうなんですよねまず何かそのどんな分野でも大御所とかレジェンドっていうのがいると思うんですけどもそういう人たちっていうのはレジェンドとか大御所になろうと思ってなったわけじゃないんですよねやっててら才能とかが発揮したタイミングとか才能とかがバッチリあってそして結果的にレジェンドとかあれになったんですよねだから そういうふうに偶然というかその才能とかタイミングがした人の真似をしても普通はなれるわけないんですよねよくよく考えたら。うん、だからそうう人のの人真似をしてもダメなんですよ自分でその,あの自分の性質とかね特徴とかスキルとか才能をよく考えて自分なりの島を作る。 っっていうことがやっぱ成功の第一歩なんですよね。だから今回芸人の話でしたけど、まあ、芸人だけじゃなくて普通は普通のこれはビジネスマンとかそういった人にも言えることなんですよ。うん。だからその人はその人のあれが人生とかねいろいろタイミングとかそういうのがあって成功してるわけなんでそれを真似するっていうのは難しいんですよやっぱり。 だからね、自分には何が向いてるのかとか自分の適性ですよねどこが得意なのかとか、うん、っていうのを見極めてやっていった人がやっぱ成功してるんですよこれ東野さんも言ってましたけどでも普通の芸人だけじゃなくて普通のビジネスマンとかの方もそうですよ。うん、なんで,で特にやはりその時にねあのまあこれ堀エモ門も言ってたんですけど あのみんな王道を行こうとすると、うん、王道っていうのはみんな行こうとするから渋滞してるんですよねうんでで渋滞してるんでだから王道を行かないであの何もあんまりこうまだ開拓されてないところ行くっていうのがやっぱりそのいいんですよ結局ライバルがいないんではい だからまず、まあ、成功者って言われる人っていうのはもう今すすででに成功しししてる人の真似をしたりはしないんですよね結局自分の得意な分野とかそして得意でかつあまり人が渋滞してないところで分野で勝負して頭を出すと頭角をらすっていうことなんですよね。はい、これがね今回のワイドなショーでこの東野さんと小島さんがこのダウンタウン病っていうコーナーとこの でで言ってたのがそういういことですね分析するとですねあ今回はねすごいあのー、深い深いなっていう人生のまあ自己啓発的な内容も含まれてて深い内容だなと思ったのでちょっとここで分析シェアしましたはいということでね何かねあのー、コメントありましたら何でもくださいなるべく回善をします最近ねすごくいいコメントくださる人いっぱいいてですね本当にありがとうございますもう本当にね ありがとうございますなるべく返すようにしますしあとねこういうの分析してくださいっていうのを言ってくれる方たまにいるんでそれももしあればくださいあの全部じゃないんですけど得意な分野だったりやりますので何でもあのー、いいです何でもいいのでくださいねはい。ということでねありいつもありがとうございます。